十一時八分です。二百万ユーザーが使っている経済ニュースアプリニュースピックスとステップワンがコラボレーション。今日はゾゾ初の自社ブランド名はゾゾ。採寸のためのゾゾスーツ無料配布は発表という記事にフォーカスします。未来を見解くヒントを探っていきましょう。解説してくださるのはニュースピックスの公式コメンテータープロピッカーの山手武人さんです。山手さんは千九百九十九年 現在の UBS 証券会社に入社され、その後シニアアナリストに就任。2010年にクレディスミス証券会社にスス、ね、クレディスイス、えー、証券会社に移籍した後、今年フロンティアマネジメントに入社、流通アナリストとして活躍されております。はいおはようございます。よろしくお願いします。おはようございます。よろしくお願いします。はいえまずはこの。 まあご存知の方も多いかもしれませんけども、改めてこの記事の内容を教えていただけますか。はい、えー、こちらの記事ですね、ファッション EC の ZOZO タウンを運営しているスタートトゥデイという企業ですね、はい、こちらの会社がアパレル業界を震撼させた発表に関する記事です。ねえー、この、えー、Z o Z o スーツとといいう全く新ししウェアラブル、はい、形としてはは、えー、見た目はですね 非常に近未来的な黒いウェットスーツみたいな形をしているんですけれどもこれを着ただけで全身のサイズを測ったデータがですね無線でスマホに飛んでいくとそんな仕組みですでこれを使ってですねユーザーは自分だけにカスタマイズされたジーンズですとか T シャツをオーダーできるとなるいうそんな仕組みです非常に画期的だというふうに思いますまあ自分のサイズがわかるんで例えばそれを元に あの買えるものが例えばそのチョイスできたりとか選別できたりというのもあるわけですよねカスタムで作ってオリジナルで作ってくれるっていうようなイメージですか、ね、そうですねその二つの使い方があると思います、うん、そのデータをもとに自分だけに、えー、最適化された非常にフィット感のあるジーンズ、うん、T シャツをこれゾゾタウン限定なんですけれども、はい、オーダーできるとで、えー、またこの自分のデータをもとにしてま今までの アパレルブランドさんの商品に関しても、じゃあこれが一番合ってますよっていうような検索機能にも使えるんじゃないかと。ねえー、今までだった例えばゾーンタウンでももうものすごい数あるわけじゃないですか。あります。で、その中で自分にもサイズがあったものしか例えば表示されないっていうふうになったら。 そう楽は楽ですよね。非常に楽だとね。と思います同じこうエスとか M って表記があっても、うん、ブランドによって結構ね。大きさが若干変わったりとか、そうそうこう腕の長さがやっぱり、ちょっと違うとか、いろいろありますもんね、うんうん。しかもね、オーダーメイドでしたら、さらにね、楽しいんですよね。はい。で、えー、まあ、あのネットショッピングでね。あの服を買うという時は、まあ、サイズが微妙に。ね、あの合わなかったりして、諦めることもありますあ。で、ちょっと合わなくて。 でなんかこうそれ諦めて着るかまあ私は結構人にあげてしまったりするんですけどうん、うん、あとこうフリマアプリでねちょっと売るとかっていう方もいると思うんですけどまあ ZOZO の場合はあの戻せるっていうねそれも一つ売りでもありますけど、うん、返品もちょっと手間じゃないですかやっぱりねなんかそういう手間もこれあったら減りますよね絶対にそうですね、あのー、今回のこの ZOZO スーツのキーワードは時間とか手間っていうところじゃないかなと。 思っててまして、はい、で今までの e コマースもですねその、まあ、時間をかけて買い物にだけ出かける時間がないような方もですね、うん、その隙間時間を使ってちょっとした空いてる時間で買い物をしたり、はい、あるいはそのお店が閉まっているような時間帯にも,もう24時間見れるわけですからか時間を活用できると、うんえー、ショッピングが夜中にも楽しめるというところだったんですが、はい、一つ残されてる問題として今お二人がおっしゃったような。 いざ買ってみたんだけれどもちょっと違うなという時にじゃあ返品をするにしても誰かにまあ譲るにしてもやっぱりひと手間かまたかかってしまうので結局節約したはずの時間や手間がまたかかってしまうというのがいわば残された最後の課題だったのかなと e コマースにとってですねまあこれをもう一気に解決してしまうというのが今回の ZOZO スーツだと思います、はい、でしかも ZOZO スーツは無料なんですよね。 えっとそうですね初回に関しては無料で送料200円だけかかるらしいんですけれどもまあそれが今予約受付中で殺到してるみたいです、うん、で相当なんかその近未来的なんですけどどういう仕組みでその来ただけでこれテクノロジーはねすごいですけどすごいらしいですね、あのー、おそらくかなりコロンブスの卵的な発想だったと思ってましてその多くの人にカスタマイズされた ファッション商品を届けるというのは実はナイキですとかアマゾンみたいな世界の一流のハイテク企業が目指しているところだったんですけれどもじゃあどうやって測るのかというとこの技術が最大の壁だったわけですけれども今回の,の ZOZO スーツはですねえまあ運営しているスタートトゥデイが出資しているニュージーランドのえ生物工学の研究所が持っているる技術なるほどスタートアップ企業ってことですかそうですね。 スタートアップ系のお、まあ、ラボっていうんでしょうか、はい、R&D の機能を持っているうベンチャーが持っていた技術で、はい、これ伸び縮みする伸縮するセンサーというのがは<ー>多分分からないようになってると思うんですけれどもはい、はい、そのボディースーツの繊維の中に組み込まれてると、はい、でこれでその、まあ、お腹の周りであったりですとかうん、うん、腕や足の長さまで、まあ、正確に採寸するとでそれが一気に えー、あっという間にスマホにデータが飛んでいくとうん、うん、そんな仕組みのようです普通に考えたら結構それ高いと思うんですよねだからそこはゾゾタウンで持つってことですよね無料で配るってことはねそういうことだと思いますそれで買い物してくれて還元することで<ー>あの利益があればいいっていうふうにそうですねそういう意味では相当なその自信があるということだと思うんですね、まあ、これを その一気に普及させてしまえば、新しいショッピングの体験ですとか、スタートトゥデイやゾゾタウンにとっては、まあ新しいビジネスのチャンスが広がるっていう。そんな目論みがあるんじゃないかなと思います。まだ始まったばかりなんですよね。始まったばかりです。課題としてはどうなんでしょう。そうですね。あのー、まあこれスーツ型で採寸するということなので、相当正確なデータが取れると思うんですね。はいはい、その普通に。 メジャーで測るようなデータと違って、うん、3D に近いようなデータになってくると思いますで,す、ね、でこれカスタマイズされてもフィットされもう非常にこう最適にフィットしている商品と着心地みたいなところをうってますので、はい、まあそこを追求していくためにはその計測したデータをフル活用できるような、うん、その商品を作る、うんえー、アパレル製品を作る技術みたいなものが必要になってくるんじゃないかなと。うんうん、なのでその、まあ、いわゆる 立体成形といわれるような非常に高度な縫製技術を持っている工場ですとか企業さん、こういったところといかに連携してえ商品を作っていけるかというのが課題になるのかなと思いますこれ、測ったデータってその自分のスマホ上にも数字が出るんですかね出ます。 それが女性としてはどうなんですか僕は気にならないけどちょっと覗き込まれたくないそうですねそれも送んなきゃいけないわけだからねそのデータを共有しなきゃいけないですもんねそうですねはいそこに抵抗感があるかどうかかなちょっと内緒にはしといてほしいですけど表には言わないよで知ってるのは ZOZO タウンのアプリの中と ZOZO タウンに送った時にまあコンピューター上の多分洋服を選ぶ時には出てくるのとカスタマイズする時にカスタム商品を作るその そこのところは知ってるよねなんかでも自分でこうメジャーでねお腹測るなんてことあんまり普段ないと思うのでちょっとこの現実に向き合いたくない感覚は若干ありますけどね自分でも見ちゃうからみたいなあと自分でこうあの巻き尺で測る時は多分お腹引っ込めるでしょ引っ込めちゃう一応自分的にこうふっ、ね、と引っ込める一番いや洋服これから作るのに一番,、ね、一番それで後からあちょっときついかなみたいなさ <laughs> ことになりかねないっていうのもありますけれどもねそう まあそこのなんか違和感を乗り越えられるかどうかかな、うんうん、今までのこう感じで,うですね。特に女性にとってはあのシビアな問題かもしれないので,で、ねあのー、ただ、アプリですので匿名のアカウント名ですとかそう,かこういった対応もできるので見られてませんよっていうような使用をあつらえることができれば女性にも広がっていくのかなと思います、うんうんまあ、別にアプリの外には出ないですからね。そ、うん、そうですね、えーまあ、あとその 実際に洋服をカスタマイズするのを作るとき以外、ねね、あとはこう女性としてはデザインとかね、そのバリエーションなんかがすごく色だったりとか、うん、素材感だったりとか、うん、そういうところが今後ねオリジナルで作るとなるとね、きっとどうなっていくのかちょっと楽しみですけど。送料、うん、200円だけど送られてきて<ー>自分のサイズが測れるというのは本当にすごいですね。結構これは勝負出てますね。もう勝負だと思いますね。えー、もう完全にそのファッション EC。 の企業からもうアパレル製造業に変わっていくわけですから。うん、スタートとデイという企業さんにとっても、もう本当に大きな勝負だと思います。はい。さあ、果たしてどうなっていくのか。またこれ、あの、多分進んだところで、まあ、成功なのか。まだまだなのかというところが出てくると思います。その際、またぜひ教えていただきたいと思います。はい、よろしくお願いします。今日はありがとうございました。あり,したありがとうございます。 この Z o Z o 初の自社ブランド名は ZOZO 採寸のための ZOZO スーツ無料配布を発表という記事が気になった方、詳しくはニュースピックスのサイトにある山手武人さんのページをチェックしてください。ニュースピックスのピックワンでした。